おはぴよーどうもひなぴよーと、はいどうもドリーです。はい、アリスメア続きやりましょう。やりましょう。はい、ステラちゃんのとこクリアしたんで、うん、世界の鍵渡しに行くか。はい、はい、次はいよいよあの正面にある扉、なんか一番重要そうな扉、うん、あれアレン君の部屋なのか先生の部屋なのか、うん、あちょっと気になるよね。アレン君の部屋もさ、ないよね。うん、はい、お帰りなさい。これで全ての鍵が揃いました。本当にお疲れ様です。いや、もっと感謝しろよ。世界のものは今回はないようですね。ページの切れ端、あれ1枚しかありませんね。うん、そうなんだよね。まあいいでしょう、白紙が多いだけのことです。おー、サンキュー。黒色の手帳、ほうほう、イメージカラーなのかしら。ああ。さて、あなたはどうします？随分と疲れてしまっているようですが。元気だよ。夢から覚める方法ですか？夢とは違うのですが、そうですね、方法なら教えてあげましょう。世界と世界をつなぐ方法は2つあります、うん、おう、2つ。1つはまあ、あなたには不可能だとして。決めつけんじゃねえよ。決めつけんじゃねえよ。おらおら、できるわ。おう、もう1つ、アリスがこの世界で一番悪いと思う人をこの鍵で刺してください。どういうこと？え？どういうこと？どういうこと？どうぞ。どうぞねえよ。はい。え？え？はあ。世界の鍵。そうですね。最後の扉の鍵も開けておきましょう。サンキュー。どのように行動するかはアリス次第です。アリスはこの世界では不安定な状態ですから、ずっといたら泡になりますよ。人魚姫みたい。ちょっとキラキラして言うことじゃねえの。いい夢を。はい。とりあえずちょっとセーブしとくか。うん、どう分岐するかわかんないし。うん、よし。なんかちょっと大丈夫だ。うん。ひー。とりあえずなんか最後の扉行ってみる。行ってみるか。わあ、出た。これか。誰もいない。入ってもいいのかな。かな。あ、開ける。いい感じの BGM じゃん。デレデレデレ。あれ？なんか見覚えあるんだけど。なんか自分の部屋っぽくね。うん、おや？アレン君の部屋。そうだよね。アレン君の世界の？なのかな。デレデレデ。神様は6日で世界を作りました。人は丸々じゃない、バツバツを忘れ、世界をバラバラにしました。そして神様は2億日で世界を作りました、はあ、僕の手帳喋った。おー、喋った。いやー、約束これもう読んだね、最初に読んだ ね、うん、うさぎ読んだね。で、あー、やっぱ帰ってきてるの。でもこんな BGM じゃなかったんだよな。あれんだ、何して遊ぶ？さっき遊んだけど。だってまだ鬼ごっことかしてないもの、やりましょ。あ、でも先生に怒られちゃう。んー、待っててね、違う遊び考えるから。リック？あら、寝てるのね。リックも一緒に遊べたらいいのにな。ほう、へえ。特になんか変わったものはないのかな。え、何、帰ってきたの？開かない。開かない、うん、どういうことだ。でもなんか鍵で刺すってどういうことね。ほう、チェルシーちゃん、春が来たら何をしようかな。私はね、夏が好き。好きなお花が咲いてるの。お庭の花壇に植えるの。先生が種を買ってきてくれるから。芽が出てつぼみになって花が咲く。素敵だよね。うん、ひまわりかな、夏だから、うん。物語は特に何も変わってないのかな。かな、わかんない、うん、話しかけるだけは話しかけていい。うん、アレンはさ、アレンさ、上着着てないけど寒くないの？調子悪かったら僕の使ってもいいからな。優しい。え、好き。え、好き。あ、でも先生のやつのがあったかいぜ。大きいしな。
気になるなら先生が寝てる時に剥ぎ取ってみたら。その後のことは知らないけどさ。ステラちゃんバトンタッチ。うん、何も喋れない。喋っちゃいない。読みたかったな。せっかく読みたかったな。ねえ、あ、誰、え、誰、誰、初めて見る。ねえ、じゃあ頼んだ。たまに見に来るけどさ、掃除も食事もあいつが全部いつの間にかやってるんだよな。うん、あー、ごめん、君たちも手伝ってるんだよね。俺は何もできてないな。誰だよ。大学にいた時は掃除なんかしなかったんだぜ、あいつは。同級生とか。なるほど。資料は散らかしっぱなしだし、ろうそくの火も消さないし、挙句には資料室で寝てたよ。ああ。今もそんなに変わらない？ああ、教え子に情けないな。でもいいやつだ。すごく変だけど、君たちの先生はとてもいいやつなのは確かだよ。そうか。ほう。ところで君は誰なんだ一体。うん。友達か。うん。電話がある。どこから行けばいいの？先生の部屋行ってみる？あ、いないわ。いない。うん。うん。こっちは行けなかったっけ？お、うん。うん。ここ鍵かかったっけ？ああ、うん、行けないか。なんだ、どこ行けばいいんだ。うん。上か？うん。こっち？うん。ありゃ？ありゃ？あれ？あれ？うん、蝶の標本。おお、いた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 。ん？ああ、遊びたいならまた明日遊ぼう。アリスくんも疲れてるだろ。アリスくんだって。おお。へえ。おやすみ。どういうこと？え、なんかやっぱりあなたはなんかキーパーソンっていう感じがします。ですね。うん、なんだろう。なんだこれ。怖い。待って、一回セーブしよう。うん、これ先生の扉じゃない？ちょっとなんか違うとこにしよう。3とか4とか。ちょっと5にしよう。OK。怖っ。先生の扉か？先生の世界へ。レッツゴー。え、何これ？なんかめっちゃあるんだけど。え、なんだ？そこのメモ帳読みたい。読めないの？読めそうだけど。あ、え、無理か。無理か。OK。特に何も調べるとこないかな。いやー、どう、もう状況が。うん、おー、何ですか？なんか人がいっぱいいる。何、なんでこんな黒いの？何？私の顔になんかついている？ここはどこだなんて、どこかだなんてあなたはもう知ってるでしょう。ん？そうよ。隣の通路への鍵よ。鍵が欲しいの？じゃあもうリボンを持ってきてくれないかしら。赤色がいいわ。女だったわ。そしたら鍵あげる。わかった。羽のペイント。うん、でんでん。あら、ごめんなさい、集中していたの。よければ少し遊んでくれない？これ飽きてきちゃって。どう？え、何して遊ぶんだろう。いや、わかんない。うん、嬉しいわ。私が言った動物の鳴き声を真似してくれるだけでいいの。あら、恥ずかしがることなんてないわよ。私しか見てないから。さて、どうしましょう。一回しか言わないからね。猫、犬、カエル。にゃー、ワン、ゲコゲコ、ウェーオ、うっ、にゃー、ウェー、ケロケロか。正解。まだあるわよ。あ、固まったわ。びっくりした。牛、猫、カエル、猫、豚。もうやんケロやんブ。もうにゃーケロにゃーブ。もうにゃーケロにゃーブ。ブヒか。あ、ブヒや。正解よ。あなた、あまり泣き真似上手じゃないのね。うっせぇ。お前からやらせておいて。
いいえ、楽しませてもらったわ。そうね、これ一つあげる。レッグモモ、はあ、また遊んでね。さあどうだかな。はわわはわわ、何かないかな、何かないかな。いろいろな本、いろいろな本、いろいろな本。あれ、話しかけられない？どこいる？左下。あ、本当だ、いるんだ。ほうほう、椅子に目立たない。あら、あなた、いいもの持ってるわね。さっきから同じ人にしか言わない。私にくれないかしら。寒くてしょうがないの。ええやん。いいよ。ありがとう。ああ、あったかい。もう一つお願いしてもいいかしら。温かいスープが飲みたいの。材料はキッチンの周りに揃ってるから。そうね、具が少し残るくらいに煮てほしいわ。うん、よろしくね。へえ、この辺には何か得意なのない？ないかな。いいかな。うん。え、なんでくたくたまるんだよ。当たってる？当たってないよね。ああ、びっくりした。応答なしになるかと思った。うん、あ、いる。うー、答えがわからない。ペンもない。え、もうペンもない。羽ペン持ってくる？にゃ、羽ペン持ってこっか。持ってくるか。どこにあったっけ。ここかな。ここだ。あれあれ、違うんだ。おや、うん、お、とりあえず作るか。スープ、コーヒー、キッチンだ。鍋がある。え、鍋がある。あ、材料をあれ、あ、するのか。ま、持っていく野菜を手に入れた。うん、お、手帳の切れ端。うん、お、お、おなんとなくわかんだけどな。お、これ先生のかな。へえ、私が読むか。うん、悪いやつは殺せばいいじゃないか。違うかな。だよね。そうすれば幸せになれるぜ。殺せばいいかな。そう、猫が言った。なぜ殺せば幸せになれるのか。そもそも本当に猫が言ったのか、それも僕にはわからない。殺せばいい、殺せなのかな。どうなんだろう。めっちゃ物騒に読んでるけど。ああ、眠いな、おやすみ。逆に、うい、う悪いやつは愛せばいいみたいな。どうなんだろう。わかんねえ。うん、作ろう。うん、作ろう。煮る。まだ煮る。え、あ、まあわかんない。ちょっと待って、わかんないわかんない。え、もう少し煮る。あ、え、あ、もう一回できる、うん、まだ見る。やめとく。これでやめるか、うん、おお、よかった。よし、よし、持っていこうぜ。どこだっけ、真ん中、うん、ここ右か、右、あれ、あ、違ったわ。違った、真ん中かな。真ん中だな。どうぞ、作ったよ。あら、スープ作ってきてくれたの？ありがとう、いただくわ。うふふふふ。このスープ味がしないわ。あ、いえ、いいのよ、体が温まったから。そういえば味付けしませんでしたね。お礼に、そうね、これあげるわ。あ、ペン、ペン。あ、サンキュー。これを持っていくのか。新しいペン買ったから、もうそれいらないの、あげるわ。ほう、ありがとう。はい、でこれをこの子に持ってて。あなた、ペン持ってるの？同じ人では。ああ、助かった。いえ、助かってないわ。ってことだ。この問題はどうしても解けないの。私に問題を聞くのか。そうね、頭悪いぞ。解かなきゃいけないわけじゃないけど、すっきりしないじゃない。猫がね、いるの。この子たちはとても不思議な猫でね、うん、10日経つと妊娠して、80日で子猫を産む。また10日経つと妊娠するわ、うん、そして最初に産むのは2匹、オスとメス平等に産むの。次の出産には4匹、
次は6匹、うん、子猫はね40日経てば妊娠できる体になるわ、うん、そしてその不思議な猫がここにいるの。白くて可愛い子よね。白いのか。この子を1年育てたら最後には何匹になってるのか、それが問題よ。数学やだ。分かったら教えてくださる？私も頑張って考えるから。はあ、うん、ということは、え、もう一回聞けるかな。うん、うん、どうかたっと妊娠して80日で猫をまたどうかたつと妊娠する。1年でしょ、365でしょ、でまあ80、うん、4回妊娠できる。1だって。え、猫は1匹では妊娠することができないため。ああ、1匹だから。へえ、なるほど、うんうんうん、え、待って、で平等に産むの、うん、うん、あ、その子だから。ああ、1匹しかいないからか。この子を1年育てたら最後には何匹になってるのか。そっか、ちょっと深く考えすぎたんだ。そうだね、めっちゃ計算しようとしちゃったよ、うんうん、なるほどね、1匹しかいないから、うん、1匹じゃ子供産めないから、うんうん、1匹か、うんうん、はい、あ、早く教えてちょうだいな。1です。待ってて。あら、正解。あらら、え、一匹だけなの？どうして？あら、そうね、相手がいないと妊娠なんてしないわね。ああ、なんだかちょっと損しちゃった気分だわ。いいえ、大丈夫よ、ありがとう、おかげですっきりしたわ。そうね、何かお礼がしたいのだけど。これ、これが欲しいの？全然いいわよ、好きなだけ持って行っても構わないから。赤いリボンやったぜ。あなたがつけるの？つけてあげましょうか。似合いそうだけどな。冗談よ、一番上の姉さんに頼まれたんでしょ。まったく人使いの荒い、人使いが荒いわね。うん、あ、みんな同じ兄弟っていうか姉妹なのか。うんうん、あら、本当に持ってきてくれたのね。ありがとう、すぐになくしちゃうのリボン。約束通り鍵あげるわ。うん、うん、鍵？もう用はないわ。ん？これ、うん、欲しいの？なぜかペンで書く？なぜかペンで書けないからメモ帳にもならないわよ。あ、そういうこと。お、手帳の切れ端。虫がそこら中に飛んでる。地面を歩いている。椅子が喋る。僕は驚く。それを見て猫はバカみたいに笑う。あの扉を開けた時からどうやらおかしくなったみたいだ、あの扉。でも僕はどちらがおかしいのかわからない。僕がおかしいのかな、それとも世界がおかしいのか。ああ、わからないや、何もわからないや。なんだ、うん、ここの世界の話してんのかな、もしかして。うんうん、ほら、あのレティちゃんのところでさ、机喋ったり、うん、机じゃねえわ、タンス喋ったりしたじゃん。そういうことなのかしら。繋がってんのか全部。あ、なんかいる。お、あれ？ん？ん？先生？先生じゃない？違う？こいつはテトリスか。うん。テトリスどんだけいんの？お、え、ああ、え、また止まった。ああ、びっくりした。怖い。ホラーかと思った。うん？なんか違う？いや、ん？ちっちゃくね？なんか。うん、誰？先生の小さい時かな。かわいい、うん、いや別に言わなくてもいいよ、僕も言わないといけなくなるからさ。迷ってるの？そっか、僕も迷ってる、うん、ここのほとんどを探した、でも見つからないんだ。何が？君についていってもいいかな。いや、やった、うん、ありがとう。違う人がいればまた別の何か見つけられるかもしれないからさ、うん、また通路の鍵借りてこなきゃ。院長さんのところへ行こう。院長さん、
僕のこと？そうだな、好きに呼んでいいよ。なんだろう？ぶ、自分の名前嫌いなんだ。よろしくね。じゃあ、なんて呼ぶ？バ、ブ、ボ。バリボ？バリボ。バリボくん。ここ、扉や通路にほとんど鍵がついてるんだ。うん。院長さんに頼めば貸してくれるんじゃないかな。じゃあバリボくん行こう。バリボ行くんか。うん。右の方に行けば、院長さんの部屋があるよ。僕の鍵は外への外出用と僕の世界の鍵だから使えないよ。世界の鍵。あ、君持ってる。ちょうだいよ、じゃあ、うん、院長さんどこにいるんだろう。おう、おう、特になんかね。あ、カレンダー。うん。君は何曜日生まれ？わからない？じゃあ生まれた年と月日教えてよ。ほう、うん、日曜日、お休みの日だ。すごいね。僕は水曜日さ。ダウンタウン。こういうの信じる人あまりいないけど、僕は信じちゃうな。どういうこと？僕の母が父にそういう血が流れてたんじゃないかな。どういうことだ？そういう血？多分会話してるんだろうけど、何を話してるんだろう。あ、出た。あった。よし、私の英語力を見せつける時が来ましたね。そうですね。どうぞ。Monday's child is far of face。 チャイルドだね。Monday's child is far far of face。 Tuesday's child is filled full of grace。 アホがバレる。Wednesday's child is full of 何これ what Thursday かな。Thursday's child has far to go。 Friday's child is loving and giving。 loving か。Thursday's child works hard for living。 こっちがリビングだ。And the child that is born on the Sabbath day Sabbath day is bonny。 ボニーかな。 And be, え bring Billy and good and guy。 意味は全くわからない。わかりません。何も入ってない。本は別に何もないかな。うんうん。あ、待って、いい感じの時間か、もしかして。あ、本当か。結構先生のパート長くなりそうだね。うん。じゃあ一旦ここで切ります。切りましょう。はい、ということで。はい、お疲れ様です。お疲れした。エース。